クッコロデイズ。恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょ。いやあ、先生気づいてよ。前回、明らかに両思いだったような描写に見せられまして、すごい甘酸っぱい展開を見せられました。もう俺、カトリアのこと行使できないかもしれんわ。行使できんわ、これ。そんな感じで始まる第6回。少し、カトリアとの距離が縮ま、少しじゃねえな。全然少しじゃねえわ、お前。あれはな。もうさ、恋人の距離だったわ、あんなん。動物園デートから数日後、お互いにバイトも休みで、今日は家にこもって例の魔導書を再度読み解いてみる予定になっていた。まだその段階なんじゃ。もうちょい進展しといてほしかったな。結構日数経った気がするけどさ。既に半日をその作業に費やして、今は昼休憩の時間だ。なんか仕事みたいな感じになったな。カトリアに昼食を買いに行ってもらい、俺はベッドの上でグロンと横になっていた。カトリア、最近元気がないみたいだな。ん？あの日から、カトリアは少し落ち込むような時間が増えてきた気がする。恋をした女の人は、悩みがあるやな。恋をしたら悩んでしまうもんなんやな、これ。無言でぼーっとしてみたり、空を眺めて、ため息を落としたりと、俺が心配になるくらいだ。でも原因お前なんやで。お前が恋させるからやで。元の世界に戻らなければならないという責任感と、こちらの世界に留まりたいという気持ちが揺れているだろう。わあ。ちょっと悩んどんやな、もう恋をしてしまったやな、もう完全に。てか主人公はそれに気づいとんやな、バッチリ。お前、罪なやつやな。そんなカトリアに対して、俺は相変わらず気の利いた言葉を投げかけることができないでいた、チキンめ。こういう時、なんて言えばいいか、わからないんだよな。関係は近づいたのに、なんだか遠い存在になってしまった気がする。それが恋か。もっとカトリアのために何かできればいいのだけれど。にしても、カトリア、遅いな。近くのコンビニまで出かけたはずなのだろうが、もうかれこれ1時間は経つ。危ない目に回っていなければいいが、と考えて、俺は苦笑した。カトリアに限って、そんなことありえないか。暴走自動車を弾き飛ばし、ドラを一撃で気絶させてしまうような力を持ち主だ。そこら辺の暴漢が襲いかかったとしても、帰り道に会うのがオチだろう。いや、万が一ってこともあるよな。最近のカトリアはいつもより明らかに弱ってる。一応探しに行った方がいいのかもしれない。で、もしかしたらさ、ほんまに暴漢を帰り道にしとってさ、その暴漢と警察署でさ、なんか事情聴取しとったらどうしよう。話聞かれたら、話聞かれてたもん、いいね。どんな感じかもしれんしな。そう思って立ち上がった、矢先のところだった。あ、帰って。どうした？いきなりガシャン。びっくりした。なんだその顔で、どうしたお前。扉を開いたのはカトリアだ。なんだか様子がおかしい。どういう顔なんそれ。信じられないものを見た時のように、大きく目を見開いて、肩で息をしている。どうしたんだ？こんな語り合いを見るのは初めてだった。何かとんでもないことが起きたことは間違いがない。と、覚悟した俺に向かって、語り合いは声を絞り出す。魔力が。え？どうやら魔力に関することだらしい。こちらの世界に魔力はほとんどない。というのは何度も聞いていたはずなのだが。私の魔力が戻っている。ほとんどないっていう話、どこ行ったんって話なんやけど。はい？突然の深刻に、俺は間の抜けた言葉を発していた。前提覆るでねえか、お前。こないだのトラックら魔力を感じたって言ってたけど、それを吸収した可能性は？それはビビたるものだ。今の私の魔力は、前回時の2割程度まで戻ってきている。あのトラから得た魔力では、これほどまでの回復は望めない。なんかどっかから戻ってき、え？
まさかやけどさ、ベッドで横になって二人で並んだ時の恋、魔力って恋なのか魔力は恋なのか恋をすれば魔力回復する。なんだ、俺から絞り取ったみたいになっとれないのお前魔力俺から絞り取ったみたいになっとれないとか、お前サキュバスかお前サキュバスじゃねえやげんな。カトリアがコンビニで買ってきてくれたサンドイッチを一緒に食べながら、魔力が戻ったという事実を検証してみる。虎とは別の要因があるってことか。ああ、私が秘密にしていたもう一つの魔力回復方法、覚えているか？それと関係あんの？覚えているも何も、そもそも教えてもらってないのだから内容なんて知らない。だが、カトリアの口ぶりだと、俺が知らない間にその方法を実行していたということになる。でも、何か特別なことなんてしたっけ？そういった瞬間、脳裏にある映像がフラッシュバックした主人公は、気づくの早っ！勘が良すぎる勘が良すぎるぞ、主人公、お前。そうだ、この前、カトリアと一緒に寝たことは、俺にとっては何よりも特別なことだ。もちろん、それだけが特別だというわけではない。カトリアの柔らかい肌の感触と、女性特有のいい香り。今思い出すだけで体が熱くなる。もう一回やりてえ。きっと今の俺は病気なのかと思われるくらい顔が赤くなっているんだろうな。顔面トマト野郎。熟したトマト野郎って呼んだのかな、お前。あ、こっちも熟したトマトだわ。もうお互いに意識し合ってんな、お前ら。結婚しようよ、熟者。カトリア？ふとカトリアに目を向けると、耳の先まで顔を赤くしていた。キ君が考えていることで間違いないぞ。もう新婚カップルや。もう新婚カップルやだよ、ね。お互いまだ経験ほとんどしてないようなカップルだよ、もう。ということはつまり、魔力回復の方法、異性との接触だ。ああ、イチャラブセってことですね。再び脳裏によぎる記憶の断片。異性との接触って冗談だろと俺は苦笑する。うわセッしなければ出られない部屋みたいな感覚でさ、セッしなければ異世界に戻れない世界みたいになっとるそんなことで魔力が得られるのであれば、この世界の誰もが魔力を有しているはずだ。この間のあれがきっかけってことだよな。そうだ。正確には魔法使いとしての素養を持つ異性との接触だな。え？ってことは主人公魔法使いとして素養を持っとんか？偶然にも程があるけど、マジか！魔法使いならウィザードなんやな。そこで大きく深呼吸をするカトリア。この前の出来事を頭の中から切り離そうとでもしてるのだろうか。いまだに顔は赤いが、目だけは真剣なものに変わっていた。キ君にその素養があるとは考えてもみなかったが、こうして魔力が回復しているところを見ると間違いはない。マジか、魔法使いの素養あんのか俺。ってことはさ、チンからホイってやったらさ、女の子のスカートめくれるんかな。ちょっと待ってくれ。誰に魔法の使いの素養があるって？あまりにも自然にカトリアの口から滑り出した言葉に理解が追いつかない。思わず問い返した俺に彼女は小さくうなずいた。キ君は間違いなく魔法使いの素養がある。魔力のない世界で生活していたから魔力に関する知覚が発現していないだけだ。けど、俺は普通の一般で。こちらの世界には昔から魔法使いが幾度か転移してきている。もしかしたらキ君はその子孫なのかもしれないな。偶然すぎるわわわ。クラスメイトの小田君っていうことと仲間になって、その子と小田君の家で遊んでたら、
織田信長の巻物が出てきたみたいな格好やな。偶然にも程があるわ。魔法使いの子孫って。戸惑うのも無理はないが、特に影響はないはずだ。素養があっても魔力知覚ができないのであれば魔法は使えないしな。ちなみに魔法使いって聞いて皆さんは一番最初に誰を思い浮かべますか？俺は仮面ライダーウィザードです。仮面ライダー好きやけんな。もしキ君が私の世界で生まれ育っていれば魔法使いとして王に仕えていたかもしれないが。そうつぶやいてカトレアは首を横に振った。まさかこんな身近に魔力回復のための相手がいたとはな。正直驚きだ。運命の出会いですね。もう俺らもう運命なんやな。出会ったことがまず運命なんやな。うん、俺と出会って弱っているところカトリアをベッドに縛りつけるところまで運命だったやな。それはこっちのセリフなんだけどな。いなり魔法使いの子孫ですだなんて言われて理解できるはずもない。うん、あなたは魔王の子孫です、だからあなたには魔王になってもらいますって言われるようなゲームってよくあると思うけどさ、そんな感覚なんやな。とりあえず気分を落ち着かせるために深呼吸をしてから俺はふと疑問に思う。こんな方法があったならなんでもっと早く試せなかったんだ。恥ずかしいだろ。デリカシーをもっと高く持て。恥ずかしいだろ。全く知らない男性とさ、一応ラブセで魔力を貯めるってさ、恥ずかしいだろお前。節操なさすぎだろお前。ちょっと考えればそう思うだろお前。できるわけないか。そうだよ、カトリアは騎士としてその人生の大半を捧げていた。女性としての自分を捨てひたすら剣に生きてきたのだ。そんな彼女がいきなり異性と接触しろというのは無理があるだろう。うん、それに条件が魔法使いの素養を持つ異性である以上、出会うまでひたすら接触を繰り返さなくてはならないことになる。カトリアにとってはそんなの誇りが許されなかったんだろうな。カトリアじゃなくてもさ、尊厳失われるわお前。冷静さを取り戻してきた俺は素直にこう聞いた。魔力が回復したってことは元の世界に帰れるってことか。いや無理だ。2割って言ったもんな。まだ即答だった。前にも言っただろ、転移魔法には膨大な魔力が必要に。2割しか溜まってないやもんな。あれで2割か。残り8割貯めるんだったらどんなことやらんかったらあかんのよ。割ととんでもない濃厚接触しなあかんなお前。うん、それもうどっかのちいさんが密ですって言うてさ、激僕ガチ切れして顔面殴ってくるぐらいのレベルやな。まだまだ足りないってことか。とはいえキ君との接触で魔力が回復することはすでに証明された。うん、必要な魔力量を得るのはそう難しいことではないのかも。もしその方法で魔力を得るんだったらとんでもない三日三晩ベッドの上でよしちのやらなあかんような気がする。もうさ、ガチモンのエロゲーになってくる。言葉に仕掛けてカトレはぐっとそれをこらえるように口を閉じた。その表情から悲しみの感情を感じ取って俺もまた胸を締め付けられるような痛みを覚える。そこまでの関係になって魔力を貯めても異世界に戻ってしまうのはすごいきついことなんだろうな。悲しい。あんだけ仲良くなったのにみたいな。カトリアはまだ迷ってる。俺とカトリアは文字通り住む世界が違う。いずれは別れてカトリアは元の世界で再び暮らすことになるだろう。それは理解していたが、どこか漠然としたものでしかなく、いつかやってくるのだという認識でしかなかった。けれどカトリアの魔力が回復したことで状況が変わった。漠然としていたいつかが現実味を帯びたものとして目の前に押し寄せてきていたのだ。うん、よかったな、元の世界に戻れそうだし。そうだなって言いながらもお互いにさ、それは本当にいいことなのかって素直に喜べないところがおる。これが恋です。カトリアの返答はどこか歯切りが悪い。その嬉しくないのか。
しばらくの沈黙を得て、カタリアは大きく息を吐いた。帰らねばならないという気持ちはある。私は騎士団の長としてその責任がある。でもキ君と離れ離れになるのは寂しいな。カタリアは儚げにつぶやくと、俺の膝にそっと手を触れてくる。え、どうした？おいおい、なんか離れなきゃいけない時が近づいてきたとなってきたよな、お前。えらい積極的になってきたな、お前。セクハラやぞ、お前。このまま抱きしめてしまいたい気持ちを抑えながら、俺は努めて冷静に答えた。あ、俺だったら抱きしめてるな。カタリアが帰ったら、俺も寂しいよ。カタリアがふっと笑うわ。序盤のさ、序盤から続いてきて、どっちかって言ったらさ、まあなんかいやらしい目で見ているっていう感じじゃなくなってきたよな。もうお互いが相思相愛な感じになってきた。ちょっと甘酸っぱい恋愛的なものになってきたぞ、お前。そう言ってくれるだけで私は救われる気がするよ。彼女はそう言って俺の膝から手を離すと立ち上がった。そして唐突にこんなことを聞いてくる。キ君、今日はまだ暇だったはずだな。え、ああ、特に予定はないけど。だからこそ、いちいち魔導書の解読に勤しもうという話になっていたわけだ。もっとも魔力を得る方法が分かった今、魔導書の解読をする必要性も失われてしまったのだが。だったら頼みがある。私と一緒に出かけてくれないか？いいけど、ずいぶん急だな。もう少し計画を立ててからでも。気分転換だ。行きたい場所も決まっているしな。どこだ？割とエッチな場所じゃないだろうな、お前。この流れでお前。なるほど、と俺は納得した。家にこのまま引きこもっていても、どんよりとした空気がより重く沈んでいくだけな気がする。こういう時は外に出てリフレッシュするにかけるというわけだ。わかった。決まりだな。準備は特に必要ないから、このまま出発するぞ。どこ行くんだ？ゲーセン！ゲーセン！これまた割と意外なところ来ちゃった。そんなところ来たかったんじゃん、お前。カタリアが来てみてくれたところって、ゲーセン？独特な雰囲気の店内は、あちこちから響く電子音のせいでめまいが沈んでしまいそうだった。ああ、道場の門下生が帰りにここで遊ぶのだと教えてくれてな。こっちの世界の遊びって教えてくれよやな。確かにな、若者はゲーセン大好き大好き。聖地ってのは大げさすぎる気がする。そうだな、まあそれはそうなんやけどな。若者が集まるという意味では、もしかしたら的を射た表現のようにも見えた。俺は最近ご無沙汰だっただが、ゲームセンターのクロンケン、喧騒は嫌いじゃない。しかしすごいな、これほどに賑やかな場所があるとは。む？おい、キ君、あの箱の中に入っているモフモフは何だ？クレーンゲームだよ、これは。カタリアの視線を追いかけてみると、そこにあったのは大型のクレーンゲームだった。その中にはカタリアの身長ほどもある大きなウサギのキャラクターのぬいぐるみが鎮座している。そんなでかいのか？カタリアの身長ほどもあるってでかないか？いくらなんでもお前、大型すぎるだろお前それ。ゲームの商品ってとこかな。あれが欲しいのか？いや、そういうわけじゃないんだが。おいおい、素直になりなよ。自分の欲って解放するためにあるんだよ。素直になりなよ。あれ抱きしめて夜な夜な俺と 3人で寝たいんだろ。3人って人形ね。人形も一人で合わせて。あまりにも可愛すぎてな、少し気持ちが揺れ動いてしまった。遠回しに欲しいと主張しているようにしか聞こえない。クレーンゲームはそんなに得意ではないんだけれど、カトリアが欲しいのであれば挑戦してもいいと思えた。1回1000円。クレーンゲームでこんなに高いもんだっけ？商品がでかいけんか。商品がでかいもんな。
何がこの高級クレーンゲームで、なんか、カイジの沼みたいな感じになってる。おい、無理しなくていいんだ。どうせ持っていても、どんな大きいクレーンゲームだ。なんか、昔リンカーンで番組で言った、いろんなものを巨大化させる計画みたいな一つだよな。クレーンゲーム巨大化させてみましたみたいな感じの企画があったんか。なんなん、ダウンタウンの二人来たんか、ここに。そうか。そうだよな。カタリアに言われて、俺はとりあえず自分を納得させることにした。さすがに、一回1000円は高すぎる。何とか失敗することを計算に入れても、普通に買った方がきっと安くつくだろう。だろうな。クレーンゲームでは何回も挑戦してやっと一回取れるようなもんなよな。でも、このまま遊ばずに帰るってのもつまんないよな。せっかくゲームセンターに来たのだから、何かプレイして帰りたい。何をする？戦場の絆のもやってみるか。とはいえ、格闘ゲームはカタリアには難しいだろうし、音ゲーはプロフェッショナルたちが集まって入り込む隙間がなかった。エアホッケーとかなら遊べるかも。カタリアが本気になれば、ディスコをコラボナーに粉砕するかもしれないが。おい、試合を強制終了させるな、お前。物理的に、お前。まあ、その辺は手加減してくれるだろうと思って、カタリアを誘おうとしてみる。できるんかな？カトリア？しかし、カトリアはクレーンゲームのエリアから動こうとはしなかった。完全に何か欲しいもんがある時のやつや。キャラ崩壊したんよな、前回のあたりから。ぽつりとカトリアのつぶやきが漏れる。後ろから覗き込むと、可愛らしいウサギのキーホルダーがキーヒーとして飾られているようだった。なるほどね。もう完全にウサギに目がない状態になってるわ。もうこれさ、最近巷で有名な猫の言葉を理解するアプリとか、もう亜種としてさ、騎士団長の考えを理解するアプリとかつけたら、ほんまに可愛い、抱きしめたい、ずっと持っていたいみたいな感じで、テキンテキンテキンって出てくるだろうな。先ほどの大型クレーンゲームとは異なり、1回100円という良心的な値段も魅力的だ。試しにやってみるか？いいのか？いいも何も、自分で稼いだお金があるんだから。そうだったな。ああ、怒らないな。物は試しというやつだ。怒るよってか、そういう展開ではなかったよな。パッと表情を明るくしたカトリアは、手持ちの財布を開いて100円硬貨をゲーム機に投入する。あのさ、どうでもいいけどさ、今更ないけどさ、お前今日は鎧なんやな。今日は鎧なんやな。まあ、すぐにパッと来れる、来たって言おったけんさ、そんな準備もできんかっただろうけどさ、今日は鎧なんやなって。あ、久しぶりに鎧全身姿見たような、全身ってほど、上半身か。スチール見た気がするな。軽快な音楽が鳴り、同時にアームが動き始める。これを押せばいいんだな。やばい。この体勢やけんさ、ウサギのぬいぐるみよりもやっぱカトリアのおっぱいに目がいってしまう。この角度いいな。ぬいぐるみを凝視しているように見せかけて、カトリアのおっぱいに視線を移してもカトリア怒らんな、これ。気づかれんな、これ。あと、さりげなくお腹のこのたるみもさ、結構、なんか、腹筋バキバキとかじゃなくて、ちゃんとちょっとしたたるみがあるところもない。ちょっとフェチポイントかもしれません。縦移動、横移動のボタンがあり、それを押すことでアームが移動するシンプルなクレーンゲーム。初めてやるカトリアでも操作自体はすぐに理解できたようだが、キーホルダーを取れるかどうかは別問題だ。ここだ！勢いよくボタンを押すと、動きを止めたアームが次第に下がっていき、ウサギのキーホルダーを挟み込もうとする。だが、ダメか。こんな効果音流れるんじゃ。キーホルダーを挟み込んだと思ったアームだったが、何もつかめずに終わってしまった。なかなかこれは難しいな。普通に楽しんどるから。いや、初めてにしてはかなりいい感じしてる。何回かやれば取れそうじゃないか。そうか。そういうことなら。と、カタリアはさらに財布から100円玉を取り出す。おおよそのやり方は分かった。全力で取りに行くぞ。
そういうドカトリアはクレーンゲームの操作に集中し始めた。それから10分後。久しぶりすぎる。久しぶりすぎる。久しぶりに聞きました、クッコロ。やっぱクッコロデイズですわ、このゲーム。この表情も、苦い表情もいいですね、これ。ああ、もっとこうさ、おっぱいをさ、グラスに押し付けて、押し付けてほしければよかったな、お前。片手が操作するアームはいくらやってもウサギのキーホルダーをつかむことができずにいた。結構いいとこまでは行くんだけどな。もうお金が。片手の財布にあった100円硬貨はもう1枚も残っていない。これ以上さすがにまずいという自炊が働いたのか、片手はクレーンゲームの前で崩れ落ちている。わかった、今度は俺がやってみる。カタリアとポジションをチェンジし、ウサギのキーホルダーを狙う。アームをキーホルダーに引っ掛けるまではいいが、上へ上げるとカームが開いて落ちてしまうのが問題だった。数回チャレンジしても見て、そのものの見事に失敗してしまう。そう、この問題アームがいるじゃないか。意気込みは良かったのだが、気がつけば手持ちの100円玉は残りわずかとなっていた。あの、無理はしなくていいんだぞ、ちょっと欲しかっただけなんだからな。カタリアに心配されてしまう自分が情けない。大丈夫だ、声を取ってカトリアで、カタリアにちょっと笑顔になってもらいたいんだ。やってやる、やってやるよ。ここまで来るともう意地だった。眼前のクレーンゲームは100円玉を飲み込む貯金箱と化している。どんな手を使ってでもあのキーホルダーを手に入れる。それはちょっとダメですね、それはちょっと言い方があれだよ。どんな手を使ってても、なんだ、ガラス割るか、ガラス勝ち割るか。カトリアの剣で高らかに宣言して、俺は早速行動することにした。ははははははは、店員に頼むという、ちょっと情けない展開もあるんやな。頼むか、誰が、お前頑張ってろわ、お前。よし、とにかく冷静になれ、クールになれ、前原圭一。思えば俺はクレーンゲームが得意な方ではなかった。小学校低学年の頃に初めて遊んでから、自分の力だけで景品が取れたことは一度してなかった。けれど、こういうゲームが上手な友達はいる。あいつのやり方を思い出すんだ。そうすれば、大いだって。アームが弱いことはすでに把握している。まともに捕まおうとしても無駄というのは、これまでの失敗が物語っていた。それならばと、俺はキーホルダーのタグをめがけてアームを下げていく。ちょっとエッチやな。なんか何かされた。かなりは後ろからお尻触られた。よし、うまくタグに引っかかったアームがキーホルダーをゆっくりと持ち上げていく。いけいけ、もはや俺にできることは何もない。アームがキーホルダーを落とさないように必死に祈りながら、その動きを見守る。取れたー。そしてついにウサギのキーホルダーが取り出し口へと落ちた。ガコンという音とともに取り出し口で現れたそれを手に取って、俺は小さくガッツポーズをしてみせる。やった、すごいじゃないか。興奮気味のカトリアとハイタッチを交わしてから、俺は手に取ったキーホルダーをしみじみと眺めた。いいとこを見せられたかな。このまま失敗して終わりなんてことになれば、カタリアに対して格好がつかない。何度も彼女には助けられてきてたんだから、このくらいはしてあげた方が、してあげたかったのだ。トレーラー自動車から命を救われたことと比べたら大したことはないのかもしれないが、命の恩人どころじゃなかったもん。実に見事な集中力だった、ティ君、やはりやるときはやる男だな。手放しで褒めてくれるカタリアを見ていると、なんだか自分が立派なことをしたような気がしてくる。なんだか誇らしい気分になりながらも、ふと気になって財布の中を覗き込んでみる。ゲッ、残りの100円硬貨は1枚だけ。お札を使って両替することはできるだろうが、そうなるともはや、際、際、なんてもん、
再現がなくなっていたことだろう。と、取れてよかった。クレーンゲームで家計が炎上してしまうなんてあまりにも情けない。とはいえ、意地を張ったおかげでキーホルダーを手に入れることができたわけだから、結果オーライではある。何よりもこの笑顔だからな。何よりもこのカトリアの笑顔が見れたのが素晴らしい。そんなにかっこいいもんじゃないと思うけど。そう言いながら、取り立てほやほやのキーホルダーをカトリアへと渡す。自分の手で取ったのからか、ただのウサギにしか見えなかったキーホルダーが、他のどの景品よりも可愛く愛おしく見えた。ま、カトリアには負けるがな。渡したキーホルダーを見つめながら、少女のように目を輝かせるカトリア。その笑顔を見ていると、なんだか苦労が報われるような気がしてくる。おい、キ君。このウサギ、どうやらつがいになっているようだぞ。つがい？え？ほら、見てみろ。ウサギが抱き合って。まるで俺らのようだな。おいおい。カトリアがキーホルダーを俺に見せようとした、その時だった。軽い金属音が鳴ったかと思うと、つがいになっていたウサギの片方が地面に落ちた。え？な、壊れた。不吉すぎるやろ。ああ、まるで俺らのようだなって言った瞬間、これ不吉すぎるやろ。お前やめろよお前。もう無にキスとはなんという深く、くっ、殺せ。おう、お前いい、恥ずかしげって殺してやろうかお前。おいおい、今度家に帰ったらベッドな、ベッドの上な、お前目に見て老廃したかな、カトリアだったか、どうも怖いだとかそういう感じではない。老いたウサギの塊をよく見れてみると、最初から分離できるようになっていた。そうか、これカップル用のキーホルダーなんだ。カップル？どういうことだ。カップル、プルプル、プルプル、カトリアのおっぱい、プルプル。恋人同士がそれぞれ持っておくんだ。記念品みたいなもんかな。それぞれ持っていてどうするんだ。何かの魔道具というわけではないのだろう。どこにいてもお互いのことを思うっていう願いを込めたりするんだ。魔道具じゃないけど大事なものなんだよ。か、そう考えてみてからあまりの気恥ずかしさに俺は両手で顔を覆った。そうだろうな、恥ずかしいだろうな、お前。我ながらいいことを言ったなぁと一瞬でも思ってしまうことも含めて、穴が入ったら入りたい気分だ。まあ俺はカトリアの胸の谷間に入りたいがな。悶々としてた俺だが、だがカトリアからの反応がないことに気がついて、顔を覆っていた手を離す。カトリアはあんま気づいてないな。どうしたんだよ、黙って。どこにいてもお互いを思うか。ん？うん、改めて言葉にされるとめちゃくちゃ恥ずかしいな。自分の顔がこう様するのがよくわかる。だがカトリアは俺を笑い飛ばしたりしなかった。キ君、これを。そう言ってカトリアはウサギのキーホルダーの片割れを俺に手渡してくる。え、これってキ君に持っていてほしいんだ。受け取ってくれるだろうか。そう告げたカトリアは気恥ずかしそうになりながらもまっすぐに俺を見つめてきている。わあ、甘酸っぱいわー、やっぱこれ。おい、そうさ、カトリアってさ、一生懸命でこっちを見てくるところもな、もう真摯に受け取らないといけないなって感じがして、うん、戸惑いを覚えなかったと言えば嘘になるが、彼女の思いを受け止めないという選択肢はありえなかった。もちろん受け取る。けど、いいのか？俺なんかがもらっちゃっても。キ君だからこそだ。いいのか？俺なんかがもらっちゃっても。クレーンゲームやってる途中、ずっとカトリアのおっぱいを見続けていた俺がもらっちゃっても。短くそう答えてくれたカトリア。俺は小さくうなずいて、彼女が差し出してくれたウサギの片割れを手に取った。これで、私たちはどこにいても、互いを忘れることはない。そうだな。カトリア、ありがとう。絆やな、絆やな、俺が。それは私の方から言わせてくれ。キ君に出会えて本当に
ん？言いかけたところでカトリアの動きが止まった。どうした？カトリア？水森の穏やかな表情とは打って変わって、初めて会った時のような険しい顔をしてゲームセンターの外にらみついた。この気配間違いない。なんだ？何か異世界モノの展開に戻ってきたかのようなごとくの BGM 流れてきてる。キ君、すぐにこの場を離れて遠くへ逃げろ。ちょっと待て、何が起きたのか説明してくれ。突然心を離れようと言われたところで、理由が分からなければ動きようがない。どうしたんだよ。俺の困惑を察してか、いくらか冷静さを取り戻したカトリアは静かに答えた。膨大な魔力を感知した。デイの魔法陣がこちらの世界に出現したようだ。マジかい。なんだと？それはつまりこちらの世界に誰かが転移してくるということだ。カトリアの反応を見る限り、こちらにやってくるのは関係しがたい何者かであるらしい。この魔力の気配は忘れるはずもない。まさか？この世界に出現したのは暴竜ディアブロだ。マジかー、ラスボス来た。嘘だろ。暴竜ディアブロ、名前はエクトだと聞いている。カトリアたちの世界では最大級のモンスターであり、カトリアをこちらの世界に追いやった元凶だ。ドライは自動車をものともしないカトリアが命をかけて戦っていた相手でもある。なんでそんな奴がこっちの世界に。私を追ってきたのかもしれない。ぽつりとカトリアがつぶやく。なんでカトリアを。カトリアはこっちの世界に転移させたのもディアブロの仕業なんだろう。だからこそだ。こちらの世界には魔力がなく、私の魔力回復は見込めない。それに騎士団もなければ宮廷魔法使いによる援護もない。奴が私を仕留めるためには都合のいい条件が揃っているんだ。あそこまで考えてこっちの世界に飛ばしてきたんか。ディアブロ頭脳派だった。ディアブロが割と頭脳派だった。それってつまりカトリアを確実に倒すためにあえて転移させたかったことなのか。そう想像してしまって俺は戦慄を覚えた。 IQ 高えな。カトリアという女騎士を倒すためだけにそこまで周到な準備をするような相手ということだ。暴竜という名前を聞いて力任せに暴れ回るだけの怪物だと思っていたが、そういうわけではないらしい。確かにな、お前IQ 高いな、お前うーん。灘高校とか通ってそうやな考えてみれば、あの虎の事件もディアブロの策略だったのかもしれない。ああ、弱いけど魔力を感じたって言ってたよな。カトリアの手で事なきを得たが、もしあのまま覚えていてた、多くの犠牲が出ていたことだろう。ディアブロが小さな転移ゲートを開いて、あの虎に魔力を送り込んだのかも。はあ。そんなことをする理由があるとすれば、やはりカトリアだろう。私の回復具合を見たのかもな。魔力が戻っていなければ、よしやすいとでも思ったのだろう。魔力。でもそれなら今は少し戻っているはずだよな。ディアブロはカトリアの魔力が枯渇していると思って油断している。きっと帰り討ちにできるはずだ。しかしカトリアは首を横に振ってみせた。この程度の魔力ではディアブロとその軍勢を相手にはできない。待て、軍勢の話は聞いてないぞお前。ディアブロ短期で来たわけじゃないかお前。軍勢とかおるかお前。ずる、あいつずる。何多勢で無勢で、おい、可愛い女の子をたくさんで囲っていいと思うな、お前。そう、女の子をたくさんの人数で囲っていいわ、エロ同人だけだぞ、お前。そう言いながらも、彼女は自らの装備を確認して、ゲームセンターの外に向かおうとしている。キ君は離れていろ。ディアブロの狙いは私だ。奴はこちらの世界には興味がない。私を倒せば、元の世界に戻るだろう。カトリア！心配するな。私とて騎士団長、簡単にやられはしない。そう言ってはいるものの、カトリアはディアブロを相手に自分の身を犠牲にするつもりだ。それが分かったから俺は彼女の行動に納得することができなかった。ダメだ、カトリアだけが犠牲になるなんて間違ってるだろ。時間がないんだ。奴らの気配が濃くなってきた。じきに現れる。
キ君には生きていてほしいんだ。分かってくれ。分かるわけないだろ。俺はカトレが大切なんだ。元の世界に戻るのはいい。元気でいてくれるならそれでいいと思ってた。感情の高ぶりを抑えられず、俺はカトレアの肩を思いっきり掴んだ。そのままカトレアに顔を近づけ叫ぶ。でもこんなのは認めない。俺はカトレアに幸せになってほしいんだよ。もっと言うならカトリアと幸せになりたいんだよ。その瞬間、俺の手とカトリアの肌が触れていた部分がわずかに光を放す。どこかで見たような光だ。そう、それはまるで初めてカトリアがこの世界にやってきた時のような。いや、この展開でいきなりカトリアモロー世界に戻っていた。どうする？あれってディアブロさんもさ、こっち来てさ、あれカトリアは？あれ、あ、え、も、戻った？あ、そう。うん、うん、わかった。戻るわ、俺も。キョトンとするわ。ディアブロキョトンとするわ、お前。それで、この展開で、カトリアが元の世界に戻っていったら、ま、まただ。まただ。また魔力が戻っている。え？しかも、今度は時間を置かずすぐにだ。なんだ、これは。魔力がみなぎってくるぞ。なるほど。より濃厚接触だったら、どんどん魔力が溜まっていくシステムなのか。どうなっているのだろう。俺との接触で魔力が回復するというのは分かっていたことだったが、前回のは回復まで数日を要した。しかし、今回はリアルタイムで魔力が回復しているという。一体どうなってるんだ？何か魔力の回復に影響を及ぼす何かがあったのかもしれない。そう何かは分からないが、これでカトリアがディアブロと戦えるようになるなら。カトリア、俺にできることがあるなら何でも言ってくれ。てかさせてくれ。おい、させて戦ったりはできないけど、こうやって魔力を回復させるくらいならできるかもしれない。さあ、おっぱいを出して。俺が揉んでやるから、おっぱいを出して。少しでも役に立てるならそうしたい。てか俺が揉みたい。俺の思いを受けてカトリアは深くため息を落とした。キ君を巻き込みたくはなかった。いや、巻き込まれたいんだよ。てかカトリアのおっぱいとおっぱいの谷間に腕を巻き込みたいんだよ。そんなこと言ってる場合じゃ。わかっている。少しだけ力を貸してくれ。いや、少しと言わずに思いっきり体を貸しますよ。カトリアの言葉に俺は大きく力強くうなずいてみせると、もっと魔力を送り込もうと彼女の手をより強く握った。カトリアの魔力供給は肌と肌を触れ合わせることで行う。そのことに今更気恥ずかしいなんて思いはなかったけれど、やはり緊張しなかったといえば嘘だ。それに魔力供給を終えた俺の体は強い倦怠感に襲われていた。魔力というものがどういうものなのかは理解はできなかったけれど、生命力とかそういう類のものなのかもしれない。カトリア、そっちの調子はどんな感じなんだ？すこぶる好調だ。キ君のおかげで以前の全開時よりも魔力がみなぎっている。むしろこれほどの魔力を私に渡したんだ。キ君の体調の方が心配だぞ。大丈夫。ちょっと貧血みたいな感じがするだけだ。幸いなことに倒れ込むような疲労感ではなかった。それにカトリアは少し驚いたような顔をしてみせる。キ君の魔力は無尽蔵か。もしかするとキ君の祖先はただの魔法使いではないのかもしれない。それを調べる方法がないのが惜しいな。つぶやいて彼女は腰の剣を引き抜いて、いきなりやん。びっくりした。いきなり剣を引き抜いて、びっくりした。ここからは私がやる。キ君はここに隠れていてくれ。いや、俺も行く。カトリアだけに危険なことはさせられない。足手まといだと言っているんだ。キ君に魔法の素養があっても訓練をしていない以上は戦力にはならない。戦いになればキ君をかばう余裕はない。私はキ君に傷ついてほしくないから。
カタリアはそこで言葉を止めるとぐっと唇を噛んだ。頼む、逃げてくれ。その言葉は切実な願いに満ちていた。それでも俺は首を縦に振らず、まっすぐにカトリアを見つめる。なんでカトリアだけで背負い込もうとするんだよ。そりゃ俺は剣道の途中でやめた半歩やろうかもしれないけど、カトリアの魔力を回復してやれるだろう。戦っている最中に魔力が尽きることだってあるかもしれない。俺がカトリアのそばにいれば、触れるだけで魔力を回復できるというメリットがある。頼りないかもしれないけど、回復薬の代わりになるくらいはなるって。バレた？カトリアがふっと笑みを浮かべる。震えているという指摘をされて、俺は初めて自分の膝から下がガクガクしていることに気がついた。余裕ぶって格好よく決めたつもりだったが、これじゃ情けないだけだ。怖くない。本当だぞ。怖い。絶対怖がってる。絶対怖がってるわ、お前。意地を張らなくていい。私だって怖いんだ。予想をしていなかった言葉に、俺は目を丸くした。カトリアが怖いだって？騎士として戦ってきた彼女に怖いものがあるなんて考えたこともなかった。可愛いものが好きだという趣味嗜好はあっても、戦いに恐怖を覚えるようなタイプではないと思っていたのだ。いや、女の子だからな。一応女の子だからな、お前。俺の驚きを感じ取ったのか、カトリアは肩をすくめた。私だって人間なんだ。恐ろしいと思うことくらいはある。それに、今回は仲間の騎士団や宮廷魔法使いたちの援護もない。今の私の味方は、キ君だけだからな。確かにその通りだ。カタリアが以前ディアブロを追い詰めた際は、仲間たちと共に入念な準備をして臨んだはずだった。それでも、ディアブロとは相打ちという形に終わっている。魔力が全開になっても、これじゃあ勝ち目はないってことか。普通ならな。ただ、相手も万全の状態じゃない。ディアブロは、転移魔法で膨大な魔力を消費しているはずだ。そこにつけ入る隙ができる。そうか。ディアブロはこっちの世界で魔力を回復する手段がない。引き連れてくるモンスターにも限りがある。1000を超えるような大軍勢を転移させることはディアブロにも無理だ。そこで言葉を区切って、カタリアは一度大きく深呼吸をした。いずれにせよ短期決戦になる。モンスターの軍勢を全て相手にしていてはこちらが持たないからな。さっきは逃げてほしいと言ったが、正直心細かったんだ。カトリアがちょっと弱みを見せた。キ君が共に来てくれると勇気が出る。わかった。というよりも元からそうつもりだ。カトリアだけに危険なことはさせたくない。その一心が俺の足の震えを止めた。ディアブロは今どこに？この町の上空だ。すでに次元の扉が開かれた感覚がある。それなら急がなくてはならない。ディアブロがどういう姿をしているのかはわからないが、怪物が現れた秋葉原は間違いなくパニックになる。その心配はない。え？この近辺に結界を張った。結界の内側にいた人間も認識誘導で結界外に出してある。なんか便利なもん使ってるな、お前。ごずごしいなレベルで便利なもん使ってるな、お前。言われてみれば、ゲームセンターの中から客の姿が消えている。いつの間に？こちらの人間は魔力がない以上、魔力に対する耐性もない。認識阻害や認識誘導は簡単だった。さようですか。子供を投げに続けるカトリアに、俺は魔力の恐ろしさを実感した。こんな力が当たり前に存在していたら、この世界も大変なことになってしまう。だが、今に限っては言えばありがたいことだった。カタリアの魔力の魔法のおかげで、ディアブロによるパニックを未然に防げたのだから。じゃあ、あとはディアブロを倒せば万事解決ってことか。ああ。カタリアの言葉になんだか力がない。キ君に一つ話しておくことがある。なんだ、勝った後のさ、二次会でも予約しとくか、二次会でも。
もうじきディアブロとの決戦が始まるというのに、これ以上悠長に話をしている時間なんてないだろう。そうは思ったが、カズヤの神妙なお持ちを見て、俺は何も言えなくなった。いくらディアブロを倒しても、モンスターが消滅するわけじゃない。後始末を考える必要がある。はいはい。後始末って。ディアブロを倒すことができたら、私は次元転移の魔法を発動させるつもりだ。ん？モンスターどもを引き連れて、私は元の世界に戻る。そうか。それがディアブロを倒した時が最後ってことかな。いつかやってくると思っていたカズヤとの別れが、まさかこんなに急やかかな？急な、あ、今年急やな。難しい読み方なんかないな、これ。急な形で厳密を帯びてくるとは。じゃあ、勝っても負けてもお別れなんだな。ディアブロに勝つことができても、カズヤは元の世界に戻る。当然だが、負けたらそこで死んでしまうだろう。すでに別れを避けられないという事実に、俺は動揺を隠せなかった。だから、最後に聞かせてくれ。キ君は、私をどのように思ってる。直球ですね。カタリアが取り出したのは、ついさっき手に入れたウサギのキーホルダーの片割だ。もう片方は、俺のポケットの中にしっかりと入っている。それを握りしめるカタリアを前に、俺は必死で言葉を探した。正直に言うと、俺は片やと離れたくないよ。俺は片やと離れたくない。はっきりと言葉にしたのは、きっとこれが初めてのことだ。いつからそういう気持ちが芽生えていたのかはわからないが、俺は彼女に惹かれていた。片やとの別れを頭では理解していても、自分の気持ちを急いことはできない。カトリアが好きだ。言っちゃった！本当ならずっと一緒にいたいと思っている。それが叶わないことも当然分かっていた。カトリアにはカトリアの戻るべき世界があるし、俺には俺のいるべき世界があるのだから。それ以上の言葉を続けることができずにいた俺の肩をカトリアがポンと叩いた。ありがとう。その言葉だけでも私は救われたような気持ちになれる。カトリアの水色の瞳が輝いているように見える。カトリア！不思議な気持ちだ。なんだか胸のあたりが締め付けられる。それが恋だよ。今ならわかる気がする。愛か。これが人を愛するということなんだ。愛なんだな、これが。カトリアの恋の意味を、言葉の理解を意味して、理解してか。俺が彼女の抱きしめたい症状に駆られた。そんな俺を制して彼は苦笑する。すまない、もうすぐ別れるというのに妙なことを聞いてしまったな。ああ、別れる前に一回だけのおっぱいもらせて、おっぱいもらせて。そんなこと引き止めて、これからもずっと一緒に暮らしたいというのは俺のエゴだ。それが分かっていたから、俺はその先の言葉を続けることができなかった。キ君と思いが通じ合っていたことが分かっただけで、私は十分だ。私は私の責任を果たす。それが騎士の務めだ。はっきりと嘘を告げたカタリアの表情に、すでに迷いの色はなかった。絶対に離れるだよ。キ君と私でディアブロを倒すんだ。ああ。カトヤの言葉で、俺の中にある勇気の灯火が灯る。一緒に暮らすことはできないかもしれない。もう二度と会えなくなるのかもしれない。けど、それでいいんだ。カトレアは、カトレアの居場所に戻る。俺は、そのために最大の手伝いをする。これまでと何も変わらない。けど、この子が繋がっているから、悲しくはない。行こうか。
そう言って、カトリアは小さく微笑んだ。戦いの始まり。